にね、もっとやりやすいポイント、ごめん、実は秘密ね、これ企業秘密。じゃあ元プロサッカー選手の宮崎です。 CR7 シダスやっていきましょう。クリスティアーノ・ロナウドね、 CR7 いい、ね、知ってるこの呼び方ね、すごいブランドとか作ってるけど、ロナウド自身 CR7 いいですか、クリスティアーノ・ロナウド7番ね、好きだから。いい、まあ今日そのね、シダース、ロナウドのシダースを、まあ今日はやっていこうと思うんだけど、まあ注意ね、注意、ロナウドのシダースは正直言うとすごいね、幅が広いし、まあ速いしね、すごいんだけど、まあそう、今日はみんなロナウドみたいにシダースできるように、まずそのシダースっていうのをまあ深掘りしていこう。 OK、 じゃあ行きましょうか。で、シダース、まずシダース、まあロナウドもそうなんだけど、シダースするときってじゃあどうやって、意図は何かなっていう話ね、まずは。じゃあシダースするときって、例えばさ、まあボールこうやってさ、やるボール足の前で、これ足の前で回すような感じで絶対入れるんだけど、じゃあなんでこれ回すかなって言ったときに、やっぱりこういうこと、アウトサイドでこうやって押し出すような、押し出さないで触んないから、こうやって反対に行くね。いい、まずこれを、意識してください。例えばただ足振ってるだけじゃ、相手もあ、ただなんか足振ってんなしか全然思わないと思うし、だけどここで本当にアウトサイド行くよ、反対行くよっていう感じすると、やっぱり相手も引っかかりやすくなると思う。いい、じゃあまずこのね、なんでシダースするかというのも根本的なとこ、いい、まずそこから意識してください。いい、アウトサイドに行く、行かないから反対のアウトサイドで押し出す、まあね、これがシダースの意図です。いいですか。で、その中で次の大事なのが、やっぱりシーロナウドはもうさっきも言ったように筋肉もムッキムキね、ムッキムキすごいよ、すごいし、やっぱ動きも速いし、やっぱ股関節がね、めちゃくちゃ速く動かせる、柔らかくてね。だからロナウドのフェイントの幅ってめっちゃこれぐらいなんだよ、大体もうちょいあるかもしれない、もっと広いかもね。これをこの幅を速く回すってなかなかさ、小学生で結構きついと思うから、じゃあシーロナみたいに、シザースうまくするための、まあ、ポイントっていうのをまあ教えます、小学生年代ね、中学生とかね。じゃあ意識してほしいのは、まずはシーロナみたいに大きくしなくてもこうやっていいから、ボールの周りを小さく回せましょう、足をね、まずは。いい、でちょっと立ち位置ね、後ろ足伸びきんないで、最後にはアウトサイド行きたいから、ボールよりもちょっと後ろのとこに軸足を置いてください。いい、まあ斜め後ろぐらい。いい、でまずはこうやって小さく速く回す練習しましょう。 OK、 で反対もできるように。 OK、 でここから左足、こうやって軸足だと、まあ、ボールの左下から足が出てくるような感じ。いい、でたまによくいるんだけど、上からなんかやる子いるんだけどね、上からやる子ね、これは全然アウトサイド行くよって思わないから、これダメね、バットです。いいですか、この練習みたいで、下から上にこうやって持ち上げるの、これなんかのストレッチかな、違うね、シダースでもなんでもないね。いい、じゃなくてこの下からちょうど出てくるような感じ、下からボールの近くを回せるような練習していきましょう。 OK、 こういう感じね、それができるようになったら、じゃあ次のステップいきましょうかね。いいですか、次のステップ、じゃあ回して、はいっていうのがシダースだと思うんだけど、 OK、ね、じゃあ今日の一つのポイント、まあ僕のポイントね、やっぱりシダースもまずここで逆取ってから早く行きましょうって言った時に、いい、別にこっちの回した足の足が完全についてから行きましょう、アウト押し出しましょうってルールなんて全くありませんね。じゃあ僕がよく教えてるポイントっていうのを教えます。まあロナウドとかもね、やっぱり本当に速いんだよ、回した後グッて速いから。じゃあこれなんでこの速さって出てるのっていうのを今日説明します。回した後、例えばいい、
回した後かかとべったりグッてついていくのと、回した後はもうこうやって回した後こうやってもうかかと浮いてる状態についてから行くのと、どっちの方が早くボールに触れるかなっていうとこ、まずそこ大事ね。回した後ついてこうか、回した後ついてこうか、どっちの方が力入って前行けるかな、どっちの方が動き的に速いかなっていうと、多分2番目やった方だと思う。いい？じゃあ足のつき方、回した後の足のつき方ね、回した後の足のつき方からグーってなるとこまで今日は意識してみましょう。 OK、 これが多分みんな知らず、マーク大きく回しちゃうから足べったりついちゃうね。ついちゃうとこの最後の押し出しのねスピードっていうのが全然遅いから、いい、小さく回すんだけどここを早く押し出せるようにしてください。 OK、 今言ったね、回した足をちょっとこの帽子でかかとを上げてついた瞬間にもう足出すようなイメージで、これも結構リズム化すると分かりやすいかも。この足出すトン、この足がつくのはトンね、トトーンっていうイメージ、わかるかな。ついたらもうこっちの左足でグッて踏ん張ってこっちでしっかり押し出す、トトーンっていうイメージです。いいですか、トトーンっていうイメージ。トトーンっていうイメージ、はい、このねトトーントトーンっていうイメージ、すごい大事、リズムねすごい大事です。いいですか、で、まずはこれ一つのフェイント、いいですか。でロナウドとかはこれでちょっとボール転がしてギュッてやってるんだけど、まあ3回とか2回とかね、まあ、今みたいにやって、相手を騙しまくって、抜くっていうやつやってるんだけど、まあ、今日はまずは1回、まずは1回のフェイントでしょ。まあこのね2回3回でフェイント、シダスのフェイントはまた後日やりますよ、ね、だけどまずは1回のフェイント、これが慣れてきたらトトーンとか、小さく早く回すことできたら、ちょっとドリブルして、まあ、こうやってね、コーン立てていいから、ドリブルして、トトーンって抜いてみる。ね、というか、もうこのトトーンでリズム、緩急つけてるんだよね、実は。ね、いい？緩急、ゆっくりから回すと、早くだけでも、やっぱ緩急全然つけてるから、やっぱ相手引っかかりやすいと思う。OK？ で、その、緩急つけるためには今みたいにねちょっと小さいことも入れれば緩急ってスピードの変化つけられるよってことだから、みんなそれを覚えててください。じゃあその時にやっぱロナウドもそう、間合いね、ロナウドの返事する時にやっぱ間合い、いくらロナウド足回すのが速くても近いとディフェンダーと近いと突破のするときって、前にも言ったけど、例えば突破したいんだったらやっぱスピード乗る斜め前のドリブルした方がやっぱ絶対いいからね。このも、このシラスするときのねフェイントをするときの間合い、特にアウトサイドで最後を押し出すから、この間合いめちゃくちゃ気をつけて、せっかく相手の逆取ったのに進む方向真横じゃこれやっぱかわせないよね、突破ではない。この黄色のラインを突破、前に行きたいね、そういう時にシザースどこの場所でするのかっていうのも大事、ね、いつも以上ね離れててもいいかも、いつも以上に離れてていいかも、これくらいスピード上げればやっぱり届かない相手、もしこっちこっちって足伸ばしてきても多分間に合わないと思う、足引っかかんないと思う、それでスピード自分が乗れると思うから、周りのところはめちゃくちゃ気をつけてやってみて、ね、ただ足を速く回すだけでも完成しないし、ね、足回して回した後もう足ベタッとつけるんじゃなくてトトーンっていうことも意識すれば、さらによりシダースより成功すると思うし、で3つ目のポイント、周りのところね、周りが近かったら多分突破なかなか難しいと思うね、
同じように足出しててもこっちこの距離で足出してて突破した方が絶対通りやすいと思う。角度あるからね。この 3つのポイントっていうのを意識してみんなもシダースやってみてね。1つかけるだけでももしかしたら抜けないっていう要素出てくるから、まあ、3つが完璧になれば、3つの精度が高ければ高いほど、シダースで試合中どんどんシールクリスティアーノ・ロナウドみたいに、突破できるようになると思います。いいですか。だからやることはね、慣れてきたらもうドリブルね、間合い、さっきの 1-2-3 のポイント意識して、 1-2-3 のポイント意識していく、スピード上げてやる。 OK、 まあ両方できればいいよね、シダースね。回すときにね、もっとやりやすいポイント、ごめん、実は秘密ね、これ企業秘密教えます。いいですか。企業秘密ね、まあ左で最後回すとしようね。やっぱフェイクで右足持つときに、例えばまあちょっとの差なんだけど、左足回してこの時に右足を回して左足に行くより、最初右足でボール持ってて右のアウト行きは左の方がスムーズに動ける。これなんです。ちょっと簡単に企業秘密出しちゃったけど、これ回す足でちょっと相手には知られちゃダメだよ。ちょっとね、相手には知られちゃダメだよ。こんな教えちゃダメだよ。いい？シザスするよとか教えちゃダメだし、どっちの足で回すよとか言っちゃダメなんだけど、最初回すとこ足持ってて、アウト行かないって言った方がスムーズに回れる。スムーズにシザスの動きができる。いい？違いわかるかな？右で持ってて、左から右ってこれ結構ね、自分の中でもあるんだけど違和感がある。やっぱりスムーズで動けないから、もうあらかじめもうこっち持ってての方が早く動けるね。そうだから言っちゃダメだよ、絶対相手にはね。だけどボールこうやって、僕左利きだけどさ、最後左足で行きたいけど、やっぱ最初からね、みんな最初気づいてくれる人いたかな。右足でドリブルしてんだけど、最初から右足でドリブルしてて、右のアウト行って限り左の方がめちゃくちゃ動きが速くなるからね。このこともちょっと意識して練習してみてみんなね。そしたらやっぱ利き足でアウトサイドって押したいと思うけど、反対足のドリブルの技術もやっぱり重要になってくるからね。反対側の足も、前回、まあ、前に教えたようにね、スイートスポットで押し出せるように、まっすぐ行けるように、そういう練習も、プラスアルファでやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録また高評価の方よろしくお願いします。